ニュース番組でインタビューに答えていた新井監督と藤井ヘッドコーチ。インタビュー冒頭で新井監督がとても目立っていた1年だったと言われると、私目立ちたいと思ってないです。できれば目立ちたくないんですよ。影の方でこうね見ていたいです。恥ずかしいです。正直恥ずかしいです。それに対し藤井ヘッドは、街に新井監督の顔写真が至るところにあるからすごいなこの街と、広島の街にあふれる新井監督に驚いている様子だったよ。新入団選手も言っておったが、街にカープがあふれておるからの。同級生コンビの相性は抜群で、シーズン中に新井監督が暴走采配をしようとするとそれを止める藤井ヘッド。アクセルとブレーキのような関係がシーズンでも機能したそうだね。そんな二人に黒田アドバイザーは、野球観や考え方がこんなにフィットする関係性があるんだな。そんな二人の関係性がチームの統率力といい意味で選手の安心感を生み出しているのだと思う。と世界で戦ってきた黒田さんから見ても二人の関係性は珍しいみたい。上司の関係性が良いと部下もやりやすいわい。これは全国に導入すべきじゃ。今季優勝を目指して2位に終わってしまったことを申し訳ない。悔しいと話す藤井ヘッド。新井監督と共に来季の優勝、日本一を誓ってくれたよ。西川選手が抜けてしまったのじゃか。なぜか来季はさらに強くなる気がするわい。楽しみじゃ。ということで、新井監督と藤井ヘッドのお話でした。